県内にまん延防止等重点措置の適用が決まるなど、急速な感染拡大を受け、県は医師会や医療関係者などと医療体制の強化について協議しました。感染拡大に対応できる医療提供体制を早急に整備してまいりたいと。昨日の会議では、病床の回転率を上げることや、 宿泊療養施設ではオンラインで遠隔での診察を検討することなど医療体制の強化について協議しました県内では入院者数が204人ホテルなどの宿泊療養は319人自宅での療養者は644人に上っています